今日はエペソの6章のところのところから見ていきたいと思ってるんですけども、今日の話に入る前に先週嬉しいことが、2つだけお話ししましたがあったんですけどね。1つはですね、先週の日曜日の第一礼拝に、実はですね、今オンライン礼拝というのをやってますけれども、インターネットで2つやっていて、 YouTube で配信しているのと Facebook で配信をしております。で、Facebook の方の配信が第一礼拝ですよね、1の方ですね、今2ですけど、第一礼拝の配信がリーチっていうのが1000を超えたんですね。で、レビューっていうのは実際にページを開くというレビューも200近くあったんですね、あの Facebook だけで。で、何かの間違いじゃないかと何人かの牧師は言ったんですけども、本当だったんですね。そしたらですね、第3も結構あったんですよね。第3も結構あったんですけども、月曜日、次の日の月曜日の礼拝がまた1000をレビューが超えて、リーチは200を超えました。あ、逆だ、リーチが1000を超えて、レビューが、200を超えたんですね。これすごいなと思ってたら、今日の第一礼拝がですね、リーチが1600を超えまして、レビューが300を超えたんですね。今日の第一礼拝、ちょっと私大変だったんですけど、まずかったと思いますね。何を言いたいかというとですね、それがどうしたって顔してる人もいますけど、それだけの人が見たっていうことであります。で、これはもちろんYouTube の方もメインですから、 YouTube の方がね、結構、YouTube は大体少なくても20、多い時は50ぐらいいるんですけども、それぐらいの人は今見てるんですけども、でも、リーチが1000を超え出して、今日の朝は1600を超えまして、でレビュー、リーチはリーチだけだけど、レビューって本当に開いて見る人ですから、それが、今朝は300を超えた、で先週は200を超えてたって、確実に上がってきてるんですね。で、一時にパッてだけじゃなくて、確実にこう増えてきてるので、これ明らかに主の手が動いてると。で、予言ではうなぎ登りになると言われてて、ずっと祈ってたんですね、1000を超えるようにって祈ってたんですけど、1000を超えるようにと祈りながら、ちょっとまだ当分先かなとか思ってたら、本当にそういうことが起こってきてるんですね。だから、ちょっと神様というか動き出したなということを感じますので、どうぞ皆さんね、それを覚えてください。前に立つ人ですね、みんな見てますの で, で映像は結構きれいに映りますから気をつけていただきたいと思います。はい、それと、それは嬉しかったことですね。で、もう一つですね、先週月曜日終わった後、島原に行ってきたんですね。島原に行きますと、うちの教会のある方の妹さんがもう結婚されていて、小さな赤ちゃん、子供、赤ちゃんというか、3歳ですから赤ちゃんじゃないですね、3歳の子を連れて来られたんですけども、で、実は先月行った時ですね、その子供がインフルエンザになって、めったにからない極真もインフルエンザになっていて、本人はまだかかってないけど、ちょっともう、そういう状況だから本当は出ちゃいけないけど、どうしてもやってほしいからって来られたんですね。で、その時実は前のお仕事を辞めていて、で新しいお仕事を探したいと、でもうすぐ見つけたい、もうすぐ見つけたいんだけど、ちょっともうこれからそんな状況だからインフルエンザになって探しに行くわけにいかないけど、自分はなってないんですけどね、どうしようかってことだったんで、お祈りをした時に神様から具体的に来たんですね、示しがね、慌てなくていいと、ちゃんとインフルエンザが治ってから行きなさいって。で、本人の願いを具体的に聞いたんですけど、それが育休があってボーナスが出て給料がきちんとあって土日が完全に休みとかね、で普通に考えた島原ではとても難しい状況だったんですね。でも神様は妥協してはいけない、あなたの願いを叶えるって感じだったんで、言いながら大丈夫かなと思ったんですけども、そしたらですね、今回行ったらですね、行くなりですね、お姉さんから聞きましたかって言ったら、聞いてませんって言ったんですねそしたらですね、なんとですね、その、一応ね、終わった後1週間ちょっと経ったんですけど、行ったんですって。そしたらいきなりですね、大手の病院があって、そこが育休があって、土日が、外来でしょうね、土日は完全に休みで、そしてボーナスも出て、なんかそれ子供をちゃんと見てもらいたいね、それするね、だからビエーって感じだったんですね。でも酔ったこと全部答えられたって言ったんですね。で、しかもそれがあったからすぐこう申し込んだんですって、ね、そしたらね、面接は1週間後って言われたんですって。で、1週間待ってられないから、ちょっと探しながら待ってようと思ったんです。そしたら家に帰ったら電話があって、1週間後と言ったけど、明日面接をしますって言われたんですって。大丈夫ですかって、はい分かりました大丈夫ですって言って明日行ったんですって。明日面接行ったら、他にも人がいるから 2,3 日後に連絡しますって言ったんですって。で、 2,3 日後か、じゃあその間に探さなきゃまたと思ったんですって。そしたら家に帰ったら20分後に電話があって採用になったんですって。
それでね、でまあ、もうちょっと詳しく言うとですね、なんかいくつか部署があって、実はいろんな関係でそこのある部門、そのあるところに行ったらちょっといじめる人がいて、あそこに行くとすぐ辞めていく人がいっぱいいるということを聞いたんですって。でその部署にならなかったんですって。でその こっちの方になって、その子にまた2つあって、あんまり具体的に言われたんですけど、言うとちょっと分かっちゃうから言いませんけど、 A と B という課があって、 A 課と B 課が、で長崎にその人がいた時 B 課にいたから、その話を面接でしたら、じゃあ B 課にしましょうねって話だったんだ。その B 課の方にはやっぱりまた別のいじめる人がいて、ね、まずかったん、あー B 課になるかなと思ったら A 課になったんですって。でも本当に守ら畜生もえらいびっくりして、本当に感動しておられましてね、えらい喜んでおられました。でやっぱり子供がいるし、ね、2人目のことを考えたら育休があるとか、でボーナスが出るかないかとか、社会保険がつくってことですから、非常に大きいんですよね、これは。だから本当に本人喜んでられたんですね。で私もよかったねってことですね。本当に神様っていうのは生きてるんだなってことを思いましてね、主に感謝をしたいと思いますね。でここから今日の話なんですけど、これが本来の神様で、神様は祝福したいんです。でその方はまだ洗礼を受けてられませんね。それでももうこれだけの祝福をだから受けなくていいって言ってませんか、ここはね、信じてる人はきちんと受けましょうね、信じてないのに受ける人はありませんけど、信じたら受けましょう、それは告白としてね。 でもそのなんていうかな、 それでも変わらず神様もこうやって祝福してくださって、本音を聞いてくださる。本来神様は祝福したいんです、祝福を与えたいんです。例外なんかありません。病気は癒したいし、霊的問題は解放したいし、解決をしたいんです。ところが先週話したように、それを破壊してくる、妨害してくるサタン、敵であるサタンがいるんです。覚えてますか、先週の説教。敵であるサタン、いいですか、今日も言いましょうかね。敵はサタン、間違いなくさい。夫は敵ではありません。夫ってね、妻も敵ではありません。つまらんってね、ですかね。親は敵ではありません。親とかね、子も敵ではありませんね。なんか言うのがなくなった、ね、いやでも真面目に今笑ってられるけど、本当に敵じゃありませんから。敵はサタンです。いや敵はサタンです。くどいけどもっぺん言います。敵はサタンです。騙されないでね。自分でもありません。自分の弱さは敵ではありません。弱さと喧嘩しないように。弱さと友達になりましょう。神は弱いものを愛してくださり、弱さの中に働かれるから、弱さと友達になると、それがサタンに持ち合えずに精霊に持ちられて、弱さを通して壊すんです。弱さと喧嘩するから、サタンが待ってましたとばかり用いるんです。騙されないようにね。弱さは敵ではありませんし、いいですか、弱さと仲良くしましょう。友達です。それを神様が働いて、弱さを通して強さを表されるから、ね、でまあさっき先日話した話ね。で、ね、で罪で、たさだの食べ物は罪と傷、罪は悔い改める、傷は感謝する。そして神様おっしゃることに具体的に従っていくと、神様は全部益にして祝福に変えてくださるよって話をしたんですけども、今日のところはね、そこからさらに発展していくんですけれども、17節をメインで話しますので、あとはさらっといきますね。いいですか、そのことを踏まえて見てくださいね。10節、終わりに言います、主にあって、まあ、ずっとエペソの手紙を書いてきて、最後にこれ教会のことを書いたんです。エペソはね、メインに土台に教会感があって、で夫婦の話が出てきて面白いですね。教会が土台の時に夫婦の話が来て、最後に霊の戦いなんです。だから教会を土台にしないと霊の戦いってのは成り立たないんです。個人でやっちゃいけません。サタンにやられます。教会を土台にすれば圧倒的な勝利を得ますね。で終わりに言います、主にあってその滞納の力によって強められなさい。神様の滞納の力によってね。で10節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。まず1つ目、悪魔サタンっていうのは策略を持ってやってくるってことなんだ。行き当たりばったりでもなければ思いつきでもない。日本の企業っていうのはね、非常に強いですけども、一つはすごくよく働くってことですけども、一つはちゃんと戦略を持ってるということだと思いますね。野球でもそうですね。その一つの試合の戦略だけじゃなくて、チームを作るにあたって本当にそのチームを作っていくことの、すみません、野球が好きだから野球の話なんですけど、ね、ちゃんと構想を持ってやってると強いわけですね。まあ、野村克也さんが先日亡くなりましたけどもね、チームの構想を持ってますよね。だから阪神3年間しかできませんけどね、いろんなことで。どんべですねって言われたらね、最下位連続だったから、次5年待てって言ったんですよ、彼は最初に。5年待てって言ったんだ。監督変わって星野さんになって、
5年目に優勝してるんですよね。ちゃんとね考えてるんですよ、最初からチーム構成をね。で、あの、そうなんです、戦略持ってるんですね。で、サタンはね悪の戦略を持って攻めてくるんです。これ覚えてください、策略を持ってるんです、策略。だから私たちが自分の力では勝てません。神様はこの悪魔の策略なんてもう簡単に打ち壊します、粉々にします。でも策略持ってくるぞってことをしててほしいんですね。ですが、ここにね、それね、そしてだから神のすべての武具を身につけろ、ね、で私たちの格闘はその悪魔との戦いというのは格闘と言ってますね。格闘技好きな人は、男性は結構多いでしょう ね、でも最近の女性も格闘技あるからな。私の格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、まあ、天にもろもろの悪霊に対するものです。で、血肉じゃないというのはつまり目に見える世界じゃないぞって、主権地からこの暗闇の世界の支配者、目に見えない世界、霊的な世界の戦いなんだ、天にもろもろ悪霊も来る、目に見えない霊的な世界の戦いなんですよってことを言ってるんですね。だからはっきりそういう意識してください。目に見えない世界における戦いだってことなんですね。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、また言ってます、神のすべての武具を取りなさい。十一節で神のすべての武具を身につけなさい。今度は神のすべての武具を取りなさいって言ったんですね。武具を身につけてそれを用いなさいって言ったんです。で、14節から実際的な武具の話になるんですけども、14節15節に書かれている武具、16節までは全部守りの武具なんです。今日はもう細かくしませんけど、まず1つ目、ではしっかり立ちなさい、固く立つ、神の言葉に立つ、腰には真理の帯を締める、真理はイエス・キリストであり聖書その御言葉ですね、真理の帯を締める、これも締める守りでしょ。で、胸には正義の胸当てをつける、胸当てをね、まあ、これは我々は正義ではないから、神の正義をつけるためには悔い改めですね、先週話した悔い改めもしっかりする。足には平和の福音の備えを履く、ね、背負いの履く、まあ、証しするとかでしょうね。で、こういうすべてのものの上に信仰の盾を取ると、ね、これも守りですね。で、それによって悪いものが放つ火矢を見なけすことができます。ちょっとこう触れますとね、悪いものってサタンね、悪魔が火矢を放っていく、火矢をパッてね、よく戦国ものを見るとね、こうパッてやった時、矢を放った時ね、矢がパッてついて火がついてて、こう刺さったとバッて燃えるじゃないですか。でもサタンが放つ火矢ってね、まともに受けるとね、心にぐさっと刺さってね、バッて燃えるんです。憎しみという火矢がボンってくるとです ね、ポッと火がついてね、ブワーッと燃えるんです。怒りという矢が飛んでくるとね、ぐさっと当たってね、うわってくるんです。で、本当に火矢なんです。ヒヤッとしますけど、それをね、大盾ってのはこうパッパッてこう盾で刺さる前にこう弾く、ね、火矢をパンパンって弾けばいい。で、この大盾って何かというと、これは感謝なんです。感謝が盾になるんです。だから感謝することによって、その敵が放つ火矢をバンバンって弾けるんです。だからこれ守りだけでもすごく強力な武器ですね。まあそれを覚えてください。でもこれ全部守りです。こっちから攻めていきません。来るのに対して守りの武具なんです。で、今日の中心17節、まあ、救いの兜まではちょっと守りですね、兜をかぶるから。で、また剣、御霊の与える、精霊が与える剣である、神の言葉を受けてないです。これだけは攻撃の武器なんです、剣だから。これだけは敵を切るんです。で、何かというと、神の言葉が武器なんです。サタンに対して攻撃する武器は神の言葉なんです、ね、御霊が与える剣、これ御霊の与える剣である神の言葉と書いてあって、神の言葉っていうのは言語では2つあるんです。ロゴスとレーマってあるんです、これは言語でね、まあ、いろんな説明があるけども、ロゴスというのは基本的に、まあ、書かれている言葉で真理とか普遍的な真理なんですね。でもレーマっていうのはその時特別に語られる言葉を意味する。だからよく言うじゃないですか、全てのことを感謝しなさいとか、神に信頼しても失望されることはないとか、死に至る者の恥を見ることはないっていうのは、別に特別に語られなくてもいつでも適用していい言葉ですよっていうね。でも一方、ある言葉が突然心に響いてきて語られる言葉がある、ね、例えばどこそこに行きなさいとか、あるいは、悔やみなさいとか、ね、いつだって悔やむことは大事だけど、特に語られるとき、もちろんその場合吟味がすごく大事ですけども、ある言葉を神様が特別に使うことがある、これレーマですね。で、
ここで言ってる神の言葉を受け取りなさいっていうのは、聖霊様がその時与えてくださる、今直面している病気、今直面している問題、今直面している争い、それに対して神様が特別に御霊が与えてくださる、その神の言葉を用いて、そのサタンに向かって切りつけていけ、戦っていけってことなんですね。でその言葉があると敵を打ち倒せる、守るだけじゃなくて敵をこう倒せるぞってことを言ってるの、こうやって。で神の言葉が武器なんです。で神の言葉があると敵をこう切り越していくの、こうね、叩き切っていくんですね。例えばさっきその、ね、ある方の妹さんの話をしましたけども、ね、彼女は、まあ、すぐにでも行きたかったけど、まあ、家族のことがあって今行ったらよくないなと思ったら、あれ予言だったんですけどね、はっきり慌てなくていいって、ちゃんと治るまで待ちなさい、その時にあなたの役割の場合用意されてるっていう言葉だった、言葉で、ね、全面的に信じてたわけじゃないけど、その言葉があったからこう待てた。で本当に行ってみたらあった、そしてだからすぐ応募して、ね、でも1週間って言われた時にじゃあ他も探そうとか思ったんだけど、すぐ連絡が来て、で最終的に良かったわけですね。で言葉がなかったらおそらくその前にね、インターネットやったり、今はね別に行かなくてもインターネットで調べれるから人間的に動いたと思うんですよ。言葉があるから守られた。でこの言葉があるかないかって大きいんです。で神の言葉がそのことに対する神の言葉があるときに、私たちは、神の勝利を見れるし、サタンの惑わしを打ち砕ける。サタンの誘惑や惑わしや偽りや、ね、ことを断ち切っていける、神の言葉が。でこの言葉なんです。で言葉が武器なんですね。でそれを、ね、受けていくことなんで、一番分かりやすいのはイエス様がマタイの4章のところ見たら分かりますけれども、荒野の誘惑ね、行くじゃないですか、荒野の誘惑に、悪魔の試みを受けるために荒野に行かれたところね、マタイの4章でね。でその時に、悪魔が言うわけですよね、石に向かってね、この石パンにしてみろって、お前できるだろう。我々が言われても言うわけにならないんです、石は石だから、ね、ところがイエス様にとって誘惑なんです。石にパンになれたイエス様だったらパンにできるから。その時イエス様が言ったのは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、で聖書に書いてあるだろうって言って、神の言葉でサタンを退けた。それで今度、ね、聖なる都に連れて行って神殿の宴に立たせて、ね、神の子だったら飛び降りてみろって、神が御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たらないことにすると、まあ、詩篇の言葉なんですけど、聖書の言葉を使って誘惑したんですよ。そしたらイエス様が、これは乱用なんです、正しく使ったのに乱用したんです。そしたら、あなたの神である主をこれみたいにならないとも書いてある、正しく御言葉を用いて神の言葉で切ったんです、ね、で最後にこういう、ね、権力ですよね、私を拝んだら全世界あげると。でサタンは確かにこの世を支配してたから嘘じゃないんです、拝んだら全世界お前にやるって言ったんですね。でその時に、ね、もし私ひれ伏して拝むならこれを全部あなたにあげようって、ね、見せて世界を見せて言った時に、引き下がれサタン、あなたの神である主を神だけ使いよって、これ御言葉です。つまり神の言葉で、しかもその時にそれにぴったりの神の言葉で切っていったんです、全部。で私たちも誘惑や惑わしや攻撃を受けるんです、受けます。これはこれも先週話したと思うけど、皆さんはね、とっても大事な器だから、とっても大事な器だから、サタンが来るんです。でサタン来た人はね、私がダメだから来たと思わないで、逆です。ダメなら来ません。サタンはダメだと思うとですね、ああダメね、さよならってね、もうどうぞご自由にって言ってくれます。でサタンが来るのは大事だからです、大事だと思う。だから一匹どころじゃないでしょう、二三匹でもないでしょう、100匹ぐらいいませんかそれいや本当ですよ。逆で考えてみてください。どうでもいい人ほっとくでしょう。だってすいません、急にサッカーになりますけど、サッカーでね、11人対11人だからワンツーマンならいいんだけど、本当にいい選手には2人か3人つけるんですよ。他空くじゃないですか。空けても2人か3人でマークするでしょう。どうしてか、そいつを抑えたら勝てるからですよ。ってことは2人か3人1人つけたってことは、あと空いちゃう選手があるんです。そうですよね、空いちゃう選手はどうでもいいんです極端に言ったらですよ、分かります、言ってること。大事な選手ともくっつくんですよ。ダメはね、サタンが攻撃してくる施策、感情、体、サタンが来た時に、あ、ダメだなと思わないで、100% 惑わしだから。サタンが来るってことは、おお、これは見込みがあるなってね。ね、ね、ですか。で、お互い見込みがあるから、サタン来てると思います。ね、で、それは何かって言ったら、ね、受ける。で、それに対して、ね、
神の言葉で断ち切るってこと、惑わしが来た時に。で、神の言葉は武器なんですよ。もちろん守りもありますけれども、断ち切っていくのは神の言葉なんだ。これね、これをね、してほしいですね。で、もう一箇所ね、マタイの8章の16節、ここはちょっと大事だから読みますね。マタイの8章16節ね、イエス様が悪霊を出した時にこう書いてある。さっき悪霊を出し見てもらいましたけど、夕方になると、またこっち読みますね。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢元に連れてきたと。で、そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を見直し直しになった。だから御言葉を持って霊を追い出したって書いてある。イエス様でさえ御言葉で、神の言葉で霊を追い出したんだ。私たちもね、神の言葉で断ち切るんです。自分の頑張りや努力は意思じゃありません。なんて私は意思が弱いんだってね、You are my friend です。勝てませんよ。意思でなんか勝てません。神の言葉で勝つんです。意思で勝てなかったら落ち込まないで。あなたも私も、I am human being ってね、昔そういう映画があったでしょ。知ったんですか、ね、私は人間だって言ってね、言うんですね。私ね、勝てないですよ。努力や頑張りで勝てっこありません、サタンに対しては。努力や頑張りがどうでもいいって言ってませんよ、ね、あることに関しては必要でしょう。でもそれではサタンには勝てないんです。でも神の言葉がサタンを砕くんです。だから神の言葉をもらってるかもらってないかってものすごく大きいんです。人生に対しても、今抱えている問題や病気に対しても、言葉があるなら、その言葉が、神の言葉が病を、あるいは悪霊を、サタンを打ち砕いていくんですね。神の言葉に力がある。しかもここでいうレーマだから、そのことに関して与えられた言葉、これすごく大きいんですね。で、今年白馬がね、中止になりましたけども、去年の白馬でね、英道祭で一番取ったの覚えてますか。ホワイトホースって言うんですけど、一番のことをホワイトホースは、何だったっけ、台は、台を忘れちゃったけど、ダビデ、前田牧師夫妻の英道ね、あれですよね。で、秀子さんのこと、奥さんのことは特に出てましたけど、17歳から入隊を繰り返したってね。やはり昔知ってるの、私、福岡教会でですね、救われて3ヶ月の時に正解してね、ダビデ前田さんがギターを弾いたんです ね, ね。そしてその時に秀子さんが叫んじゃってね、ご主人とこう殴りかかりに行った時なんですけど、あれね、秀子さんもね、まあ霊的な問題があったから起こったんですけどね、長田牧師がね、悪いなんて言いませんけど、神社の境内でするんですもん、正解を。でね、言うんですよね、霊の戦いですかってね、よく言うわと思いますよね。それでね、その時に前田さんがバンバンギター弾いたら、秀子さんアタック受けてしまって、終わった後にいきなり殴りかかって、本当に殴りかかったんですね。なんかすごい声で、北九州弁でね、まあ、後ろだったんですけど、みんな一線後ろ見てね、びっくりしましたよね。本当にね、秋元記者がワントゥーパンチがありますけど、本当にワントゥーパンチな感じだったんですね。でも前田さん自体は一切やりませんでした。あの人偉いですよね。こうパッとこうね、避けてね、こうやってね、こうやって避けて、こうやってこうやってやってたんですけど、絶対手出さなかった、前田さんはね。だけど、ひでこさんの方はね、殴りかかってたんですね。で、みんなで外に出して、そして、あの映画にあって、あのビデオにあったのに落ち込んだんですけど、よかったのは最後にね、もっぺん来た。秋元さん、よく冗談っぽくね、殴られないようにこうやって祈ったとか、冗談っぽく言ってますけど、本当におったの、私その場にいたから。その時に予言があったの。予言っていうのは吟味しないといけませんよ。吟味しないといけないけど、本当に神から来た場合は神の言葉だし、まさにレーマなんです。その人にその時語られる言葉でしょ。わかりますよね。まさにレーマなんですよ。吟味しないといけませんよ。全部が神の言葉なんて言ってませんから。でも本当に神から来てたら、言ったのは、ね、あなたには予言の賜物が与えられている、教会のカバーの中で毎日語りなさいって、ね、そうすればあなたの前は完全に癒されるって言ったんですよ。で、お医者さんは一生治らないって言ったんですよ。で、医学的にはお医者さんの言ってことは正しいんです。間違いじゃありません。でも神様は余計な賜物があって、それを毎日ちゃんと教会のカバーの中で用いるなら、癒されるって言ったんですね。で、びっくりして彼らはその言葉にかけた。で、本当に3ヶ月後から彼女の母にあった恐れ不安が消え始めた。その後もいろんなところ通りますけども、長崎来てた頃はね、1週間に1回ね、シュークリーム100個ぐらい作ってきてたんですね。あの頃の婦人会強力でした。あの人がシュークリーム100個ぐらい作ってくるから、他の婦人たちもいろいろ作ってきて、愛参加したらすごかった。ね、ね、でもね、とってもね、いい方でしたけどもね、社会で働くって感じじゃなかったけど、今やもう社会で働いてる、ね、
ダビデ・マヤさんは、ね、ものすごく仕事をきちっとされる方ですけど、ただ奉仕があるから、ね、一時はなかなかその仕事が時間いっぱい取れなかった時は奥さんが稼ぎ頭だった。あの何度か言いましたね、白馬キャンプ行ってね、夏だったと思うけどな、あのサメル君がまだ小さそれほど大きくなかったんで、私ね、ニコニコ笑ってね、お母さん、お母さんあっちの稼ぎ頭とかって言うんですよね。私ね、最初ね、何言ってんだこの坊主とか思ってね、何も分かってないだろうとか思ってね、お父さんあんな働いてると思ったら本当だったんです。その時はお父さん正直すごく忙しくて、お母さん毎日働いてて稼ぎ頭だった。その時それ聞いた時ね、やっぱりびっくりしました。この人社会でちゃんと働いて、しかも主任かなんか責任者してたんですよ。社会で責任者認められて給料もらうなったのかと思ってね、真面目にびっくりしたんです。考えられなかった言葉ですよ。神の言葉ですよ。言葉が彼女の人生を癒して、一時的にね、ある間完全に回復しちゃった。これ言葉なんですよ。言葉なんですよ、はい、で神の言葉ってね、サタンを打ち砕くんです。サタンは私たちの体を、心を、人生を、家庭を破壊してきます。でも神様の方が圧倒的に強いんです。その神の言葉が来るときに、サタンがしたその破壊はもっと大きな仕組みに変わります。サタンがもたらしたことは神の手によってもっと大きな仕組みに変えられていきます。だからもし皆さんが、あるいは皆さんの愛する人がサタンの手によって今壊されたり破壊されていたら大丈夫です。神に言葉をもらってください。その言葉がその破壊されたことさえも気にして、もっと大きな祝福をその人にもたらします。これが神の言葉のすごさです。もっと言えば十字架のすごい恵みです。十字架があるから神の言葉が来ると逆転が来るんですね。でこれをね、どうぞ知ってほしいんですね。で、あのね、悪魔は策略を持ってね、やってくるんですよ、ね、見えない世界で。見える世界だったらいいけど、見えない世界で来るからね、余計困るんです。ところがそれに対して私たちがきちっと神の言葉をもらって、その神の言葉によって切り立ち向かっていくと勝利するわけですね。で具体的には神の言葉に従うことが大事です。例えば、あの、予言の賜物が与えられてます、信じて毎日語りなさい、教会のカバンが教会にきちっと行って、まあ、当時教会っても回答がなかったから牧師のうちに行って毎日予言を語って、でいろいろあったんです。あったけどやめなくて語ってたら、最終的にはそこから解放されていって今来てるでしょ。今もね、あの横須賀に行ってますけど、で娘さんがそれを映像を作って、ね、優勝を取りになって、感動ですよね。自分の娘は自分たちのことを映像を作ってくれて嬉しかったと思いますよ、やっぱりそれって、ね、でこれね、神の言葉が来た時、その言葉に応答していくと、そういうことが起こってくるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。言葉なんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、それで最後ちょっと補足しますと、その後に全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいって書いてあるんですね。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまで祈りなさい。だから生徒だからクリスチャンです。全てのクリスチャンのために、あの忍耐の限りを尽くして祈りなさいという前に、御霊によって、だから人間的に足だけを起こし上げないで聖霊に聞きながら祈っていくと、聖霊が教えてくれるからそれを祈る。しかもただ誰かのために祈るときに、これ忍耐の限りを尽くしな、書いてもいいんですよ。忍耐って、忍耐でも待たない、忍耐でしょ、時間かかるでしょ、忍耐って。で忍耐の限りだから、忍耐の限りなんですよ。それを尽くすんですよ。いやすごい言葉だと思いませんか。忍耐を持って祈りなさいもすごいね、忍耐の限り祈りなさいもすごい、忍耐の限りを尽くして祈りなさいって書いてある。ということは、この霊の戦いの時にもちろん神のことを持って戦っていくんですけど、その時そのために教会が本当に忍耐の限りを尽くして祈ることが必要なんですよ。さっき言いました前田さんのね、あの秀子さんとダビデ前田さんの時ね、その一番最初の教会の牧師夫妻たちはね、断食して乗ってたんです。教会がすごく真剣に、長崎来るようになっても長崎教会はしばしば当時は断食祈祷会をしておりました。で、あのね、そういうのってね、あのだから断食しようと今日言ったわけじゃないんですよ。ただ示されたらしてください、無理はしないでいいけど、断食ってすごい祝福だから、示された時は、ね、その祈りがあったんですよ。だから彼らはその言葉に従って音できたんですよ。だって途中で嫌になったり投げ出しそうになるんだけど、それでもなんかやろうと思ってやったって言ってたし、証しでさらっと言ってるけど、あのバックに教会の祈りがあったんですよ。忍耐の限りを尽くして、それがあの時に神の御心だからね、自分のことに関しては誰かが祈ってることを忘れないで、で他の人の時にはね、言
言葉とともに忍耐の限りを尽くして祈りましょう。一人でね、忍耐の限りを尽くして祈るのはね、できないとは言いませんがね、なかなか簡単じゃない。教会で一緒だったらね、一人だと忍耐ぐらいなんですね。二人だと忍耐の限りぐらいなんですけど、教会がそうと忍耐の限りを尽くせるんです、本当に。そしてね、必ず逆転と勝利を見れるんです。いいですか。お互いの人生にサタンがもたらしてきた混乱や破壊を神の言葉によって祝福して勝利するのを見ていきましょう。その証を持ってね、これからこの Y の時代ね、たくさんの人に主の希望を分かち合っていきたいと思います。必ずあなたの人生に、あなたの家庭に神様が用意している祝福がある。本当にあなたは心の底から喜べる祝福がある。それを神様は与えたい。でもサタンが本当にいて妨害したり邪魔をする。でも神様は必ずそれを与えてくださる。言葉を受けて、言葉に立って進んでいってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生に祝福を与え、勝利を与え、本当に素晴らしい栄光を表してくださいます。この神の言葉が鍵であることをありがとうございます。またそのために祈ることが必要であることをありがとうございます。どうぞ恵みによって一人一人が神様からの言葉を具体的にいただいて立ち向かっていくことができるように、また教会が本当に真剣に取り出しながら神の勝利を見ていくことができるように、力強い見て思って導いてくださることをお願いいたします。